します。今逆突中の銀河の巫女と申します。はじめまして。はじめまして、いらっしゃい。これ放送で顔写した方がいいですか？あ、どっちでもいいんですけど、今お出かけの準備ですか？あ、じゃないですね。今日はずっとニコ生ですかね？はい。じゃあちょっとお暇な感じですか？お暇ですね。じゃあなんか願いをちょっと魔法使いなので、はい。願いをちょっと一つ叶えたいなと思うんですけども。マジですか？はい。絶対叶えてくれるんですか？いや、大体あんまり叶えたことないんですけども。はい。見習いの魔女なんで。元彼とよりを戻したいんですよ。何？わかりました。はい。じゃあちょっと、キャプチャーしてもらっていいですかね？はい、わかりました。聞いてみる。神、女神様に。はい。窓見ないだからちょっとうまくいかなかったらごめんなさいね。はい。よし。じゃあ行きますね。はい。よいしょ。願いを叶えて、はなちゃん。よいしょ。よいしょ。そういやさ。あれ、早く。なんか変になっちゃった。次の筋肉で来たらどうしようとする。え？びっくりびっくりビンビン。なんだかとっても素敵ね。筋肉。きっと毎日が彼と過ごす。俺はリア充じゃないけど。お前はリア充になる資格があるんです。そんなの嫌だ、俺も持ってけ。俺だって彼女欲しいんです。でもね、もしかして本当にできちゃうかもしれないよ。大きな筋肉ピリカピラら、主さん彼氏戻ってきて。そして明日から外に出よう。俺は土日は7時間ニコ生。めちゃめちゃ可愛かったね。どうだ。ありがとうございます。これがおじゃ魔女だ。やば。ビビった。